い、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのキャラクターを使っていこうと思います。ラグアスですね。パーティーに入れてる人は多いのではないでしょうか。ものすごく優秀なヒーラーですよね。俺もストーリーをクリアするときには、ほぼ 100% ラグアスは入れてました。はい。で、今日はラグアスの最適な武器は何なのか探ってみたいと思います。ちなみにラグアスはスティック、そして槍、そして弓、この3種類装備することができます。さあ実際どれをつけたらいいのか見ていきましょう。はい、それでは今日はドラゴンウーと戦っていこうと思います。ラグアスはやっぱりヒーラーなので、回復量がどれぐらいあるのか、そしてまあ一応攻撃としてはどれぐらい与えれるのか、それを見ていきたいと思います。まずはスティック。スティックはダメージ出ないもんね。特技別に攻撃がないんで、まあ呪文打っときましょうか。バギムーチョが一番ダメージ与えれると思うので、まあ全武器でバギムーチョも試してみましょう。多分ね、フーラーを見た感じで攻撃魔力そこまで上がらなくても変わんないんだよね。まあ行ってみましょう。どんぐらい？400、404。おー、まあまあじゃないですか。うん、 OK で、ダメージ受けました。回復量どれぐらいなのか見てみましょう。まあ、回復はもちろんスティックが一番いいでしょう。うん。あ、バフは何も入れてません。バフ入れてない状態ですね。どんぐらいいく ?180 台。180ちょっと、回復させることができました。はい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 。ダメージが400ぐらいで、回復が180ぐらいか。うん。まあまあ、これが、スティックですね。基準となると思います。では、次の装備見てみましょう。はい、それでは次は槍でいきましょうか。槍。多分、通常攻撃としては槍が一番高いんじゃないかな。うん、西欧の槍。いきましょう。お、攻撃力が508。あ、500台まで上がりますね。あ、それぐらいあれば多分そこそこいけるんじゃないかな。ではまずは呪文からいきましょうか。先ほどバギムーチョ、スティックの状態で404与えましたけども、多分そんな変わんないでしょう。どんぐらい？さあ、あ、結構変わった。そうか、なるほどね。やっぱり呪文打つときは、スティックとかそういうやつの方がいいのか、あんまり変わらないかなと思ったら、いや呪文結構変わりますね。呪文ダメージは結構変わる。んで、槍の一番強い特技、それはもちろんさみだれ好きですね。どうだ？あー、673、間違いない。うん、ヒーラーでここまでダメージ与えればまあ十分じゃないですか。600台は、ああ、なかなか出たね。これにバイキルト入れれば、1000近くいくんじゃない？おー、よかったと思います。で、回復だよね。うん、実際回復魔力が上がってないので、どれぐらい回復するか、やってみよう。あー、150台。なるほど。これは結構変わるね。うん。スティックが180台で、槍になると150。あー、この30の差が結構、ヒーラーとしてはでかいかもしれませんね。では、次見てみましょうか。それでは最後は弓ですね。弓でいきましょう。いや、結構変わるんだな。うん、その20、30ぐらいの差が結構、違うんだと思います。あ、でもって西欧の弓とかはあれだよね。あ、鳥系だね。うん、
で、槍はドラゴンじゃないよね。獣系だね。オッケーオッケーオッケー。こいつには関係ありませんでした。西洋の弓で、481か。やっぱり単体ダメージはそんなに取れそうではないですね。まあ、変わらないとは思うんだけども、バギムーチョ打ってみましょう。多分310ぐらいでしょ。お、なんで？なんで？弓って攻撃魔力上がるっけ？槍よりも断然ダメージ出せたんですけどね。あ、攻撃魔力がなんか上がるのかもしれないですね。ちょっと後で見てみよう。え、そうだったっけ？まあまあいいや。で、弓の一番ダメージ出せる技、それはサミダレ打ちでしょう。どれぐらいいく？サミダレ好きの方がやっぱ強いけどね。どう？あんまり槍と変わんない、槍と変わんないじゃん。ならば攻撃魔法も強かったんで、弓の方がラグアスには向いてるかし、必殺技でね、キラキラポーンの全体版があるからね、弓の必殺技強いんですよね。まあまあ、あとは回復だね。回復がどれぐらいするのか。どうだ？回復は、槍と変わりはそんなにないですね。そんなにない。あ、そうか。なるほどね。まあ、こんな感じになりましたね。装備で攻撃魔力が結構変わったのか見てみましょうか。弓が、あ、いや、変わんない。攻撃魔力は上がってないですね。あ、こっちも上がらない。スティックは上がるもんね。40か。じゃあ、あれは、ただのダメージのブレだったんですね。いや、ブレすぎでしょ。だいぶブレたな。そうか。攻撃魔力40ぐらいだから、そんなに変わりはないのかもしれませんね。やっぱり重要なのは、回復魔力か。なるほど。はい。では、必殺技も見てみましょう。ではまずは槍の必殺技ですね。ジゴスパークそんなにいかないんだよな。どんぐらいいく？1000超えてくれれば嬉しいけど。まあまあ1000ギリ超えたね。はい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 。それでは次は弓です。弓はシャイニング棒が一番強いですね。でもこれもいいんだよね。旧姓の守り星。これはものすごく強い。まあ、シャイニング棒でやっていきます。見えました。どんぐらいいくか。おお、4000超える。4000超える。やっぱ弓のね、必殺技強いわ。それでは最後、スティックですね。スティックは攻撃系がないので、グランドライトですね。ティンクルバトンがものすごく使えるんだけど、まあ、とりあえずこれでどれぐらいダメージ与えれるか。これ 100% 使うからな。おお、でも1000超えるか。そこそこ強いじゃん。はい、それでは戻ってきました。今日はね、ラグアス、装備が何が最適かを見ていきましたけども、俺の個人的な意見としては、弓が一番おすすめですかね。弓。全体にキラキラポーン配れる必殺技があるし、あと攻撃系の必殺技、シャイニング棒、あれがとにかく強いですよね。で、通常攻撃でも、サミダレ打ちが結構ダメージ出せるし、まあ、回復は、スティックに比べると20から30ぐらいは低くなるんだけども、まあまあまあ、十分じゃないでしょうか。うん。いや、今まで俺スティックをね、ずっと装備してたんだけども、これ攻撃系にした方が良さそうだね。うん。まあ、回復がね、20、30でも高い方がいいっていう場所は、スティックがいいんでしょうけども、それ以外は、まあ、槍、弓、その選択肢の方がいいと思います。俺のおすすめは弓でしたね。はい。こんな感じです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。
それではご視聴ありがとうございました。